特別企画、チャンネル登録者500人記念、私のスネア遍歴、イエーイ。というわけで、500人行きました。ありがとうございます。年末にね、500人行けなかったから、一本罰として動画出そうと思って出したんですけど、2作目ですね、自分の今までのスネアをパドル旅していきたいと思います。いきなりなんかむちゃくちゃ汚ねスネア出てきましたけど、こいつが初代スネアですね。どんなドラム人生を生きてきたかみたいなのをたどりながらね、解説していきますので楽しいと思います。実際にねドラムセットで叩きながらも、解説していきますので楽しんでいただきたいと思います。ではどうぞ。ビリー・コブハムモデルです。いや、そう、最初に買ったスネアはヤマハだったんですね。だいたい高校2年生から大学4年生の6年間ぐらいこのファーストスネアだけで乗り切りました。と K は14、もう普通のスネアの直径ですね。厚さが6、ちょっと深めのスネアになってます。で、木がメイプル、楓の木ですね。甘いやつです。なんでこのスネアにしたかなんですけど、ちょっとね、人と違う風に生きていたいみたいな、その八王子出身のヤンキー憧れが出まして、このスネアの特徴が何よりも、うるさいうるさい、ウッドフープなんですね。ちょっとうるさい。ウッドフープってこう珍しいんですよ。だいたいこういうメタルフープっていうフープなんですけど、買った時は上下このウッドフープでして、ウッドフープにすると何が違うかっていうと、一番違うのは音です。まあ当たり前なんだけど、メタルフープがカーンとかターンだったりするのに対して、ウッドフープはコーンとかトーンっていう感じなんですよ。あって発音するやつを、うっていうか、なんかちょっとね、こもった感じになるというか、でも音量は普通のメタルシェルよりも大きい気がしてて、で、なんか耳に痛いカンカンみたいなのがなかったんですよね。それがね、後々弱点になっていくんですけども、何より、やっぱ人と違うっていう。このビリー・コブハムって誰って話なんですけど、昭和生まれの方だったらご存知かと思うんですけど、プリンスっていうアーティストいますよね。パープルレインって曲で有名だと思うんですけど、ライブ見てて半分ぐらいはダンスしててなかなか歌い出さないっていうのでおなじみのプリンスなんですけど、フュージョン好きならマハビシュのオーケストラっていう、まあ、火の鳥っていう曲で有名なバンドなんですけど、セッションマンならレッドバロンっていう曲聞いたことあると思うんですけど、レッドバロンっていう曲の作曲家がこのビリー・コブハムです。なんかね、ハイハットを後ろから叩くみたいな、いうふうに こういう奏法する人みたいな、なんかこうそういうお茶目な奏法とかして、なんか面白いでしょみたいにやる人なんですけど、知らない人はね調べていただいてね。これね、購入の時に買いに行ったのが渋谷のアブソリュートドラムショップっていう、まあ、ヤマハの店舗なんですけど、今なくなっちゃって道玄坂にあったんですけど、いろいろ叩かしてもらって、やっぱりそのウッドフープ周りと違うこの感じっていうのが魅力的に見えまして、買っちゃおうと思って買ったんですけど、まあね、なんかね、やっぱり大学に入って思うことは、やっぱり聞いたことないスネアの音になるんですよ。ウッドフープといえどスネアの音するから、単体で聞くと普通のスネアよりもこもってる音してるだけな気がするんですけども、ドラムセットで叩くとかなりこもってるような感じがするし、なんならそのバンドで合わせた時のスネアは大きいんだけど抜けないっていうこの感じ、なんか乗れない感じになっちゃうよね。そのスネアがワン、ツー、スリー、フォーって出てこそこう結構音楽って乗れるみたいなところがありまして、なんかウッドフープのすごいでかい弱点っていうものをなんか背負いながらこの大学4年まで頑張った感じですね。で、今なんか友達でウッドフープ使いたいっていう子がいて、で、このスネア貸してくれって言われたんですけど、もしよろしければフープを交換しませんかみたいな感じでフープ交換してもらって、で、なんかまあ飽きたらまた交換してさ、僕はウッドフープ、君はメタルフープっていう風な感じでやっていきましょうよみたいな感じの約束したんですけど、とりあえずだから今メタルフープになってて、最初にちょっと見てもらって分かる通り、むちゃくちゃミュートしてるんですね。どうこの暴力的なミュート。緑の養生テープね。
もうバキバキにミュートして、で正直結構ベコベコなんですよ、全然張ってないみたいな感じにしてるんですね。これはなんでこうしてるかっていうと、とりあえず音を聞いてもらえますかねじゃあ実演ドーン。昔からこう憧れのある河村カースケの音みたいな、なんかあのデッドでズドンとした音っていうのをなんかいつか出せないかなと思ってて、そのまあ実験じゃ実験なんですけど、まあ、実際にこのスネアがそのスネアに近いスネアじゃないので、こういろいろ試した上でそれに近いスネアを買う前に、このスネアでどういうチューニングしたらどういう音が出るかっていう実験をしてて、そういうなんか河村カースケっぽい音欲しいなって思ったら、これで代用しようっていうような感じで考えてるような次第です。椎名林檎のね、正しい街とかの河村カースケの音すごい好きなので、ああいう音が出るスネア1個持ってるとすごい便利だなって、なんかファンクっぽいのとかね、まあ、もちろん歌物で使えますし、ジャズとかロックフュージョンで使えないけれども、なんか1個持ってても損はないかなっていう感じのスネアで、今もう欠かせないメンバーになっております。というわけで1台目のスネアでした。DW コレクターズシリーズオールメイプルです。そうなんですよ、またメイプルのスネアを買うっていう同じじゃんっていう、これがね全然違うんですよ。何が違うか、さっきと比べてめちゃくちゃ薄いんですよ。さっきのが6なんですけど、4.5、4半ですね、まあ、だからピッコロスネアですね。 4.5 はギリギリピッコロスネアだと思います。ピッコロスネアっていうのは薄いスネアのことを言うんですけど、なんでこの薄いスネアを買ったかっていう経緯がありまして、ここに注目してもらいたいんですけど、あの第5から第8っていうありえない数字が書いてありまして、これ俺医者っていう話じゃなくて、あの4年留年してるんですよまあ卒業できなかった5年目ですよね。5年目の時に、まあ要するにあれですよ、あの童貞でして、そのプロのドラマーになりたいみたいな、そういう夢と全然別の問題が出てくるんですよ。っていうのは一生彼女ができないんじゃないかっていう、むちゃくちゃ大きな不安が、夜も寝れないぐらいの大きな悩みができまして、それでいろんなことの考え方が変わったわけですよね。なんか好きな服を着るんじゃなくて、もう漠然とこう清潔感があるって思われるような服着ようみたいなのとか、なんかいじられんのやめようみたいなのとか、このスネア変えたのも、まあ、マイナーチェンジであるんですけど、まあ、サークルで4年間評価がむちゃくちゃ低いんですよ。まあまあ誰からも褒められないし、まあ、やってもやってもなんか文句ばっか言われるし、考えたんですよね、もっと単純なところで見落としてないかみたいな、純粋に下手くそだからとか思ってたんですけど、一旦スネア変えてみようかなみたいな考えになりまして、でなんでピッコロのスネアにしたのかっていうのと、あとなんで木のスネアにしたのかっていうことなんですけど、僕らがライブやってた、主なところが、まあ、教室ぐらいの広さのところで、半分ガラス張りの談話室っていうところでライブしてたんですけど、まあ、そこにね、段ボールとか貼って、で、それなりに防音してライブをするんですけど、環境的に音の反響がえぐいわけですよね。そうなので、スネアとかハイハットとかシンバルとかをガシャガシャ頑張って叩いてしまうと、そのバスドラっていうのが埋もれていくわけですよね。あとスネアの音域の広さが結構ネックだなと思いまして、さっきのスネアでそのウッドフープだとミドル、ローミッドが結構出る感じなんですね。ミッドかハイミッドぐらいのところに多分スネアって欲しかったんだと思うんだけど、そのそれより低い位置にスネアがあることによって、まあ、ウッドフープだしすげえ埋もれるっていう状態
だったんですね。この PA の人といっぱい話してこう何がいけないのかっていうのをこう教えてもらったというか、そうなんとなくこうなんじゃないかっていう原因を教えてもらって、このピッコロスネアのいいところってすっごいローがカットされる感じなんですね。ローがカットされると何かっていうと、ローの倍音が出なくなるのでハイもカットされるんですね。要するにそのミドルのところドンとこう一面もらうんですけど、ミドルのここをもらうっていう感じなんですけど、でもこの上とか下には侵食しないような、まあイメージとしてはそんな感じなんですね。でその当時その大学のサークルで、まあ、一番権力というかその、まあ、OB なのか大学院なのか分かんないんですけど、すごい先輩がいまして、3センチメートルツアーとかアタタとかで活躍してる、もう大御所中の大御所のドラマーがいまして、ニッチなジャンルの神様みたいな、その人が使ってたのがピッコロスネアだったんですよ、木製のだったので、まあその理論と検証っていう2つのものを合わせてピッコロしかないでしょっていう話になりまして、お正月、まあ、貯めたお金ですよね、こうなけなしのお金をかき集めて、もうスネアを買うしかないってなりまして、で新宿のロックインに 3,4 回ぐらいかな行って、でも何回もこう試奏してメイプルだけ絞ってね、そうで一番良かったのがこの DW のスネアだったので、とりあえず音聞いてもらいましょうかね、どうぞ。スネアが改造してあるのでそれほどでもないんですけど、さっきのスネアよりもその存在感っていうのが出てると思うんですね。だけれどもボーカルを邪魔しないで他の音もちゃんと聞こえるっていうロックですよね。こうロックで使いたいスネア、まあ、今ミュートがお財布でミュートがかかってると思うんですけども、結構端の方とか叩くとカンカンした音がして結構いいんですよね。であまりにも張っちゃうとカンカンして僕耳に来るですね、あんまり好きじゃないので、ちょっとピッチは低めにしてあるんですね。そうすると、まあ、女性ボーカルでもなんか嫌な顔されない感じだし、まあ、下手な PA でもあんまり失敗しないっていう。ロック箱とか行った時はこのピッコロスネアを持っていくことが多いです。なんか PA さんに音を作ってもらってみたいな時は大体こういうピッコロスネアを持っていくと失敗しないかなと思いますし、なんか上げてもらえるなっていうありますね。なのでこう今でも結構使ういいスネアですね。でもとにかくロックです。ロックで使うっていう感じです。そうすると、大学を卒業して次の問題が発生してくるんです。というわけで次のスネアどうぞ。もうとにかくうるさくないっていうのを一番に考えて、このスネアの前ではそういうオタクは無用でしたね。僕がその初心者におすすめするスネアドラムっていうのが、まあ、2つありまして、スタ丼とか家系ラーメン食べに行って最高の塩加減って思うことってまあないじゃないですか。